アッキネイニ・ナゲシワ・ラ・ラオは、インドの俳優、映画プロデューサー。アン・アの通称で知られ、デルク語映画で活動していた。75年間の活動の中で、数々の作品に出演し、インド映画史上最も著名な人物の一人とされている。インド映画で最も成功した人物の一人であり、1960年代初頭に、デルク語映画の産業拠点をマドラスから、 ハイデラワードに移行させようとした人物の一人でもある。1975年にテルク語映画のインフラを整備するため、ハイデラワードにアンナプルナスタジオを設立した。2011年には同スタジオ内でアンナプルナインターナショナルスクールオブフィルムメディアが設立された。ナンディ賞を7つ、フィルムフェア賞南インド映画部門を5つ受賞しており、さらにインド映画界で 最も権威のある、ダーダーサーハバパール継承を受賞している。また、インド映画への貢献を認められパドマ・ビブーシャン、勲章を授与されている。現在のアーンドラ・プラデーシュ州、クリシュナ県、ラーマ・プラムで5人兄弟の罰子として生まれる。父アッキネイにベンカトラトナム、母アッキネイにパンナマは、農民の出身だった。成果の経済状況が厳しかったため、アッキネイには、 初等教育しか受けることができなかった。10歳の時に芸術の分野に興味を抱き、劇場での活動を始める。当時、女性が舞台に立つことは禁止されていたため秋年には女性役を専門に演じ、女性役として有名な俳優となった。彼のキャリアは、プロデューサーのガンタサラバーララーマイヤーが偶然彼をビジャヤワ大輝で見かけたことで天気を迎えた。 彼は1941年にダーマ・パトニーで映画デビューし、2年後の1943年にセータ・ラ・マ・ジャネナムで主演を務めた。アッキネイには、生涯でテルグ語映画を中心に、タミル語映画、ヒンディー語映画に255本以上出演した。彼の出演作品の多くが、興行収入的にも、批評的にも、大きな成功を収めた。 映画俳優としての転機は1955年に出演したデボダスーであり、その後彼は役柄が固定することを避けるため、ミスサンまで初めてコミックリリーフを演じた。これ以降、彼は数多くのキャラクターを演じることになり、1981年公開の主演作プリーマブヒシャカムはテルグ語映画史上の大ヒット作の一つとなり、 ハイデラバードで533日間上映された。アッキネイには、電気映画において、歴史上の人物を演じて知名度を上げた。代表的な役柄として、ソンダ・ラディッポ・ディ・アルバル、テナ・リ・ラ・アーマ・クリシュナ、カー・リダーサ、ジャヤ・デーバ、アマラ・シル・ピジャ・カナ・チャリ、ツー・カラム、カビールなどがある。また、神話を題材とした映画にも数多く出演しており、アビ・マニユ、ビッシュヌ、ナラダ。 アルジュナなどが知られている。代表作として、レイラ・マジアヌー、デボダスー、アンルカーリー、バタサリ、モーガ・マナスール、プリーマ・ナガー、プリーマ・ブヒ・シャカム、メギアサンデッサムがあり、メギアサンデッサムは、インド国際映画祭や、第36回カンヌ国際映画祭、モスクワ国際映画祭で上映された。また、ブロックバスターを記録した、アード・エンガ、バレイ・ラムズ、マンガリア・バラム、 軍団マコット、ドクトル・チャーク・ロバーティー、ダーマ・ダータ、ダシャー・アブ・ロディュでは主演を務めた。1966年公開のナベラドラでは旧役を演じた。アッキネーニの演技で最も評価が高いのはデボダスーの演技であり、同作はディリップ・クマールやシャールク・クカーン主演でリメイクされた。アッキネイニは ラーマやクリシュナなど多くの神話上の人物を演じてきたが、彼は有名な不可知論者だった。2013年10月19日、アッキネイには遺願であることが判明した。彼は復空教手術を受けた2週間後、主演作マナムの撮影に参加した。2014年1月14日にアンナプルナスタジオの創立記念日に姿を見せたのが最後の公の姿となり、 一週間後の1月22日に死去した。彼は演技の最中に死にたいと常々語っており、彼にとってふさわしい最後と評された。同作は同年11月29日に第45回インド国際映画祭で上映された。1月23日にアンナプルナスタジオ内で仮装され、アーンドラプラデーシュ州政府から最高の栄誉である21発の重宝が送られた。 遺体は、アーンドラプラデーシュ州映画商業会議所に安置された後にアンナプルナスタジオに運ばれ仮装されたが、数千人のファンが押し寄せたため州警察が出動して警備に当たった。アッキネーニとアーチャルやファニンドラアッキネーニは、積極的に社会活動を行っていた。彼は、故郷ラーマプラムの開発を促進するため、アッキネーニジャンマボーミ新宅を設立した。 また同地に橋を建設し、経済の活性化に貢献したほか、浄水施設を建設して安全な飲料水を確保した。2005年にインド映画に貢献した人々を表彰するために、アッキネイに国際財団を設立した。2011年には、彼の家族によって、アンナプルナインターナショナルスクールオブフィルムメディアが設立された。また、アッキネイには教育の重要性を理解し、 ガンジー工科大学の奨学金を創設した。彼は、グディバダにあるカレッジの学長を務め、このカレッジは後に、彼の名前を冠して、アンアカレッジと改名された。この他に、アンドラ大学の就寝理事、演劇学科の顧問を務めており、優秀な学科生を表彰するためにゴールドメダルを創設した。2012年に、妻、アンナ・プルナを記念して、 あっきねえにあんなプルな教育信託を創設している。ありがとうございます。